アローハー。アローハにはね、こんにちはとさよならの意味があるんだよ。魔法石、アローハー。リリアちゃん引きます。もうこれは引くっきゃないっしょ。引くしかない、引くという選択肢しかない。アローハー、アローハ魔法石。あ、アローハマレちゃん。あ、アローハラギー。アローハって便利。おウギッチだ。ウギ&ウギッチ。ここは一体。いや、それよりも許可なく学園を不在にするなんて一大事だ。早く脱出するよ。なんか R18 の導入部やめよう。うん、あ、ぼっち、ぼっち、リロ&ぼっち。よし、いっぱい出すぞ、いっぱい出よう。あ、また出た、ウギッチ。あ、ウギッチめっちゃ出るじゃん。いいよ、もうウギッチ。アロハ出すぎ。大丈夫、もうこの程度で。リリアちゃん出して。でも10連でこれは美味しいよね、結構。ウギッチがたくさん出てくるのは。あ、ポニーテール。あれ、エペリンゴってポニーテールできるんだ。初めて知った。そんな長さ、まあ、ギリギリ長さあるか。あ、レオキン TV はポニーテールできるね。ポニーテールできるかできないかゲームしよう、じゃあ今から。はい、ポニーテールでき、わかんないな。あ、ウギッチ、ウギッチやね、ポニーテール。あ、ウギッチめっちゃ出てくんな、ウギッチ。うわ、試作品じゃね、これ。試作品001号、ウギッチ。あ、めっちゃ出て、もういいって試作品、ウギッチ。クローン作るなよ。リロイじゃん。リリアちゃん出てきてね、いっぱい。お願いだよ。泣きそう、もう。出てき、しかも女子に見えるっていうのがね、すごいよね、これ。やっぱ顔なのかな、ドスケベクローバー。おお、え、かわいい、2人とも。もうこれは、推しと推しだから。いや、推し、ごめん、スティッチの推しではないな、私。スティッチ好きだから。えまさか見知らぬ島で、こんなに面白い出会いに恵まれるとはの。ワクワクが止まらんぞ。すいません。後ろにトグロ弟ついてますよ。え、スティッチ肩についてるじゃん。え、かわいい、待って。もうワントするわ、これ。さすがにリリアちゃんのガチャ。でもどうしようかな。100連まで行きたいな。リリアちゃんのガチャでもうちょっと引きたい気分あるんだよね。ディアサムニア推しだから、私。じゃ、何しようかな。何のトークする？ね、じゃ、カリムのトークしようか。あのさ、カリムってさ、結構、ずっとジャミル信者っていうか、なんかそういうイメージあるけどさ、全然違うんだよね。事件ごと、事件前じゃ。4章のね。カリムって4勝前だとこいつは絶対に裏切らないとかね、本当はいいやつなんだけど魔が差しただけとか、俺がこんなことやっちまったからとかさ、絶対に裏切らない親友って思ったんだけど、4勝後はそうじゃないんだよね。裏切る可能性もあるし、実際に裏切られたし、しかも自分を利用されたっていうのを全て飲み込んだ上でそこに立ってるんだよね、今カリムって。別に、あい、今までのことなかったことにしようじゃないんだよ。こいつは悪いやつだしって、だって絶対言わないセリフじゃん、家族には。だからカリムは今までのステータスを全てリセットした状態で、じゃあまた土台から作り直して友達からやろうっていう発言があったわけだよね。これって大きな違いだと思う。絶対的信頼がなくなったっていうか、まあ、これは仕方ないよね、あんなことがあればって感じがするから。うん、なんかね、今までのカリムではない、確実に。絶対的信頼を受ける従者とかいうポジではなくなったと思うね。信頼というより恩恵だと思う、今は。でかいのは。だから、行政たちにもさ、言ってたじゃん。もう、自分たちの やったことっていうか、ジャミルのやったことは、悪いことだし、あいつはいいやつだとは言わないけど、でも、俺たちに時間をくれないかって、これギリギリの糸で繋ぎ止めてる状態なんだよね。俺たちに時間をくれないかって。二度目はないってことだと思うよ、さすがのカリムでも。やらないと思うけどね、もう二度目は、6章あったから。そのぐらいもうギリギリの関係になってる状態で、今、一緒に過ごしてるって感じがするね。4章前まではさ、そうじゃなかったんだけど。あの事件後確実に変わったと思う、カリムの関係っていうか、見方っていうか、いろいろ。カリムのいろいろ。あ、出てこなかったな、結局、リリアちゃん。100連目では出てきてくれるよね。アロハって言いたよ、リリアちゃんに。あ、まだ？アロハの準備しとくよ。魔法石アロハ、魔法石アロハ、私のユキチアロハ、ユキチアロハ。
合わねえ、福沢アロハ合わねえ。強いものこそ美しい。私の力見せてあげる。解散です。はい、解散です。よし、あげ、かわい、これ以上わしに力をつけさせて。かわい、スティッチ肩についてるのいいなあ。ちょっとスティッチついてますよって言える。ディズニーファンなら言いたいんじゃない。あ、肩にスティッチついてますよ。で、これスティッチついてるのかな、試験に。どうなんだろう。ついてますように。スティッチついてますように。ここは俺の縄張りっす。はい。あ、ついてない、スティッチ。あ、さすがについてないか。これリロの柄と一緒かな、アロハシャツ。さすがに違うか。面白い。はい。スティッチ関連の出るかな、なんか。エース、蹴散らすぞ。パパッとな。リリア先輩、もしかして俺の真似？かわいい。スティッチ、スティッチ、スティッチ。見た今の。上等だってな。すれ。あれ、リロ&スティッチのサーフィン乗るシーンのオマージュだよね、どう見ても。スティッチだよね、今。サブリミナルスティッチ見た？